こんなんやったで。子供の頃はよく変顔をしてると親からそんな顔をしてると罰が当たるで。と叱られたものだ。私が社会人になった頃小学校の同窓会をすると幹事から電話がかかってきた。 なあ、お前同窓会参加する。お前と仲良かった K も来るらしいぞ。と言われ、同窓会に参加することにした。K 君とはよく遊んでいたが、ある出来事を境に引きこもるようになって、音信不通になった。K 君はお調子者でクラスの人気者だった。 私は友達は少なかったが誰とも気さくに話す K 君とは仲良くなった K 君お得意の持ちネタがあり「こんなんやったで」と言って顔をぐしゃぐしゃにしてクラスメートを笑わせていた私は K 君に誘われて K 君の家に遊びに行くことになった K 君の家の近くまで着くと 電柱の影で斜め上をじーっと見つめて、フードをかぶっている男がいた。顔が全く見えず、何をするわけでもなく、じーっと斜め上を見てるもんで、気味が悪かった。ケイ君が、あのおっさんの顔を見てみようぜ、とふざけて声をかけに行った。その時私は寒気が走り、 ケイ君を止めなくてはと思った時すでに遅しケイ君はもう話しかけていた私は男を見ないようにしてケイ君にもう行こうと言って腕を引っ張った私は男と目を合わせていないがこっちをじーっと見られているように感じたケイ君はこんなんやったで と笑いながら言っていたそして K 君の家に着きテレビゲームをしたゲームも飽きてきてふと窓を覗くとまだあの男が電柱の陰にいる私はぞーっとしてうつむいたしかし K 君は双眼鏡を持ってきて男の顔を見ようとした K 君が「ない顔がない」と言って男が見ている斜め上に双眼鏡を傾けた瞬間に「ギャッ!ー」と言って K 君は驚き腰を抜かしてしまったそれから K 君はカーテンを閉めて「もう帰れよ」と言われ私は帰ることにした ケイ君が何を見たのかわからない帰りに電柱の影を見たが男はいなかった次の日ケイ君は学校に来なかったケイ君に電話したらこんなんやったでこんなんやったでこんなんやったでとしか言わなかったそれからケイ君は学校に来なくなった その K 君が同窓会に来る私は同窓会の会場に向かった K 君の姿がないすると漢字宛てに警察から電話がかかってきた交通事故を起こした遺体が同窓会のハガキを握りしめていましたとのこと 私たちは状況を確認しに行くことになった。K 君の顔は損傷が激しく、顔はぐしゃぐしゃだった。ドライブレコーダーに不審な男が映っていると、その男に心当たりはないか、その映像を見せられた。K 君は、あの時の男の前で車を止め、車をバックさせ、急加速し、 男を引くようにして電柱に突っ込んだ映像だった警察はその男の遺体がないし不可解な事件だと言っていたみんなは気づいていない様子だったが私は気づいた斜め上の電柱に引っかかったぐしゃぐしゃになった男の顔がにたりと笑っていることに